はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、12月の10日にね、発売されるデュエルリンクスの新パック、フォース・オブ・インフィニティミニボックス、こちらのですね、当たりランキング、カードの当たりランキングをですね、私なりに考えてきたんで、皆さんに、発表していこうかなというふうに思っております。私リンクス実況歴100年になりまして、もうリンクス実況を始めて100年になるんですけども、こちらの、ボックスの中からね、皆さんがその向くべき強いであろうカードトップ3考えてきました。今回のランキングを作るための基準なんですけど、まあ、テーマカードは除外しまして、どんなデッキにも入る汎用カードであるかどうかですね、はい、環境で活躍できるかどうか、この辺を、基準に選んでおりますのでご了承ください。早速いきましょう。第3位、アフターグロー。ふざけてるかと思われるじゃないですか。これマジなんですよこれマジでした。今回ね、汎用カードマジでなくて、1位2位は結構確定みたいなとこあったんだけど、マジでなくて、3位が、3位これです、アフターグロー。ふざけてるかと思われるかもしれませんが、俺はマジでこれが3位だと思ってる。で、このカードはどういうカードかっていうと、まあ、効果先に説明しますね。このカード名のカードはデュエル中に1枚しか発動できない。自分の手札デッキ墓地および自分のフィールドの表側表示のカードの中から、このカードを含むアフターグロー全てを除外する。はい、まあ、3積みしてても全部除外されると。で、その後除外されている自分のカードの中からアフターグロー1枚を選んでデッキに加えると。で、次のドローフェーズ、通常のドローをしたこのカードがドローできれば、それを見せて相手に2000ダメージっていうカードなんですよ。これね、原作 5Ds のカードなんですけど、5Ds ではアポリアさんっていう、今リンクスイベント来てるけど、すげえ肩幅広いおじさんがいてね、その肩幅広いおじさんがこのカードを使って、なんかワンチャンそのゾーンっていうラスボスになんか勝てそうになったことがある最強カードなんですよ。ちなみに OCG では4000ダメージなんですが、リンクスではなんか一律バーンダメージ半減とかいうめちゃくちゃ頭が悪い、エラッタ食らってるんで2000ダメージになっちゃいました。まあこれは4000ダメージだったらリンクスだと一撃でライフが吹っ飛びますけどね。で、このカード何が強いかっていうと、そのなんか確定ドローするスキルと合わせたらなんかワンチャンじゃないかなと思ってて、例えばドローセンス魔法罠とか、あとなんかディスティニードローとか、なんかそういうなんかスキルと組み合わせたら相手に2000ダメージ与えるの確定しそうな気するんですよね。だこれがちょっと強いかなと思って、でしかも別になんかその発動したところでなんかそのデメリットが自分にあるわけじゃないんで、そのドローしたカードがアフターグローじゃなかったら、なかったらなかったら別に何も起きないだけなんで、デメリットはないんですよ一応。だからちなみにアポリアさんで使うべきカードなんですけどね、このカードは。はい、まあ詳しくは原作を見てください。 5Ds のアニメ140話とか140から150話ぐらいの間くらいだと思うけど、うん、っていうカードなんで、なんかワンチャンあるなと思ってて、これ3位です。はい、レアリティは R、 素晴らしいですねアフターグローワンキルデッキはね、もうすでに私考えてますんで、動画お楽しみに。第2位、第2位はサタンクロース。めちゃくちゃ強い、こいつめっちゃ強い。あ、ちなみに3位ちょっとふざけたんですけど、2位と1位はすげえ真面目です。はい、2位サタンクロース。このカードは相手のフィールドのモンスター1体をリリースして手札からフィールド上に守備表示で特殊召喚ができます。まあ、怪獣ですね。いわゆるガメシエルとかジズキエルとか、ドラゴンじゃねえや、ドラゴンだっけ、なんだっけ、炎のやつとか、怪獣と一緒のリリースして、相手フィールド上のモンスターをリリースして特殊召喚するっていうめちゃくちゃやべえ除去方法を持ってるんですよ、このモンスター。だからこれ何ができるかっていうと、なんか先行制圧してくるようなモンスターいるじゃないですか。例えば今だと、まあ、フォトンストリークバウンサーとか、あとハーピーレディースクラッチクラッシュとか、あとなんだ、あいつ、ブルームディーバーとか、なんかしょれないモンスター破壊とかでは、それも全部問答無用で、はいこれプレゼントしますって言って、相手のモンスターペッてリリースするとペッて出せるんですよ。まあ、守備表示で特殊召喚されるっていうモンスターなんで、ね、でしかも別に召喚できないとか、このターンラバーゴーレムとかって、なんか自分はこのターン通常召喚できないとか、なんか制約がつくじゃないですか。あれないんですよ、特に通常召喚もできますし、要は怪獣ですね、これ一番は。これめちゃくちゃ強いです。はい、だからこれは1枚か2枚は欲しいかなっていう除去方法として、まあ、怪獣が実装されたら、これ怪獣の解雇感なんで
まあ、どうせ、使わなくなるとは思うんですけども、まあ、怪獣みたいなもんなんで強いってことですね。で、2番目。このカードが、このカードの丸1の方法で特殊召喚に成功したターンのエンドフェーズ、このカードを発動、この効果を発動したプレイヤーはデッキから1枚ドローする。要は、相手に送りつけるじゃないですか、このカード。で、そのエンドフェーズまでにこのモンスターを処理できなければ、相手に1枚ドローされちゃうよっていうことなんですよ。まあ、返してもらえば、自分が1枚ドローできたりしますけど、所有者の刻印とかで返してもらえばね。まあ、ですけど、まあ、基本的には、処らないとドローされちゃうんで、まあ、相手のモンスターを処理してから、なんだ、戦闘破壊とか、それから、まあ、効果破壊とか、バウンスとかをして、使っていくのが基本なんじゃないかなと思いますね。で、まあ、もちろん、なんか、適当に刺しといたら強いモンスターです、これ。怪獣なんで。どんなデッキにも入ります。どんなデッキにも。高校からまくれるような、デッキであれば、このモンスター刺しとくだけで、相手の先行制圧の回答になるんで、めっちゃ強いっていうのと、あと、やばい使い方がいくつかあって、自分でバウンスしてもう一回使うっていうことができるんですよ。例えば、妖精獣とかって、長男とかね、妖精獣のイタチ風の方だっけ、名前なんだっけ、長男の方とかは、相手のモンスターをバウンスできるんですよ。だから、例えば、相手の先行制圧モンスターをサタンクロースで処理する。で、その後に自分は、妖精獣を展開して、妖精獣でサタンクロースに戻すっていう。そうすると、また次のターンもう一回使えるんで、サタンクロース。これめちゃくちゃ強いんですよね。自分でバウンスするっていうことですね。これができちゃうから、まあ、そういうデッキとは非常に相性がいいです。はい。あと、表側カード割れるカードとも相性が良くて、例えば、今回のパックでは、魔界劇団とか、が追加されてますから、魔界劇団とかでもいいですし、あとトレミスとかね、メシエセブン、エクシーズモンスター、ランク6の、トレミスとかでバウンスして、もう一回使いますっていうこともできるんで、はい。これやられたらね、たまったもんじゃないね。食らいたくねえな。なんか、適当になんか先行制圧でドヤ顔してたら、なんかサタンクロース飛んできて、ギャーって発狂するシーン、めちゃくちゃ見れると思うんで、これから、はい。皆さんもね、その辺は楽しみにしていただければと思います。はい。第2位は以上。次、第1位。第1位。オットワイズ、メテオバーストドラゴン。このモンスターはね、めちゃくちゃ強いね。書いていること。7シンクロなんです。汎用で。で、オットワイズの、カテゴリーではあるんですけど、別に、オットワイズデッキじゃなくてもいくらでも使える性能をしていまして。中和パス中内以外のモンスター1体以上で作れますと。で、オットワイズ、メテオ、バーストドラゴンの1の効果1ターン2度しか使用できない。1番は、このカードが特殊召喚に成功した時、自分のペンデラムゾーンのカードを特殊召喚できる。ただし、このカードは攻撃できないっていう感じなんで、まあ、これはまあ結構ソリティア性が高い、動きですね。まあ、ペンデラムスケールにセッティングしたオットワイズ、ペンデラムドラゴンとかを、特殊召喚して、まあ、7エクシーズしたりとか、あと、なんだ、特殊召喚した時に効果がある、まあ、リンクスだと、イーサルウェポンとか、を特殊召喚して、イーサルウェポンの効果起動したりとか、そんな動きができるし、まあ、結構ね、ペンデルムゾーンにセッティングしたモンスター、何でも特殊召喚できるっていうのは結構強いんで、まあ、これ汎用的に使えるかなっていうふうには思うんですけども、これ別に汎用シンクロなんで、ペンデルムデッキから飛ばさなくても別にいいんですよ。2番の効果が、マジで強いんですよ。マジで。うん。このカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手はバトルフェーズ中にモンスターの効果を発動できないって書いてあるんですよね。これね、要するに、手札誘発投げれないんですよ、相手。例えば、カイトロイドとか、まあ、クリボールとか、テンパランスとか、バーニングナックラベイルとか、なんかリンクスって結構手札誘発で、ライフ守ってから次のターンでワンキルするのが、まあ結構多いじゃないですか。まあサンダードラゴンデッキとかね、妖精獣デッキとか。ああいうデッキに対して、このモンスターめちゃくちゃ強いんですよ。これ、何が革命かっていうと、汎用なんで、どっからでも出てくるんですよね。例えば、ライトロードとかで7シンクロ簡単にできるんで、ライトロードデッキからこれ出してきたりとか、あと、テックジーナスとか。テックジーナスとかってマジで手札誘発投げられると結構辛かったんですよ、今までは。ワンキルが取れなくて、テックジーナスデッキでめっちゃ展開して、とりあえずなんか相手しょって、で、めちゃくちゃぶん殴りに行くけど、そこで相手に手札誘発1枚耐えられて、開始のターンでワンキルまた開始されちゃうっていうのが結構あったんですけど、こいつを立てることによって、手札誘発で耐えてこようとするデッキ全部黙るんですよ。これがすごい強い。まあサンダードラゴンちょっとそんなに多くはなくなると思うけどね。ちょっと若干減るとは思うけど、今までよりは。けど言うてまだいると思うし、まあクリボール、カイテロイド入ってるデッキってあると思うんでね。まあホートラップは使えるんで、そこには、あんまり耐性ないんですけど、モンスターの効果で耐えてくるようなデッキに対しては、これを出すだけでマジでイージーウィンが取れる可能性があると。これがめちゃくちゃ強いですね。うん。だから、
まあ、今回のパックはオッドアイズメテオバーストドラゴンは1枚、それからまあサタンクロースも1枚くらいはゲットした方がいいんじゃないかなっていう、まあ、1周くらいはしていいんじゃないかなっていうパックになってますね。はい、っていう感じでした。皆さんもね、ぜひこのパックで、まあ、あのどんなカードが強いと思ったかはな、あの教えていただければなと思いますね。はい、まあ、魔界ギランとかもまた強いんですけど、まあ、この辺はちょっとまたあの動画にした時にねお話していこうと思うんで、まとめとくと、3位アフターグロー、これはちょっとふざけました。第2位、サタンクロース、はい、最強怪獣で第1位オッドアイズメテオバーストドラゴンって感じでした。はい、またね12月の10日には新パック、の開封放送やると思うんでお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。あ、詳しくカードの解説知りたい方はあの生放送やったんで解説の、はい、そっち見てください。アーカイブ残ってます。では。